鈴木隆夫から1964年1月29日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍大将。栄転は訓一投降三級。方兵官、第14師団長、陸軍技術本部長、軍事参議官を歴任。現役を退いてから安国神社第四代宮司及び第二本、青少年団長を務め、戦後は開校社会長となる。 旧関宿藩士、鈴木義哲の子として、東京に生まれ、前橋中学校、成城学校を経て1889年11月、陸軍士官学校に入校し、1891年7月30日、卒業する。士官候補生2期。1892年3月21日、陸軍砲兵将尉に任官し、野砲兵第一連隊府を命ぜられる。 鈴木の志向2期の同期生には、台湾軍司令官、菅野正一大将、朝鮮軍司令官、森岡出生大将、中国で軍事顧問を務めた、坂西利八郎中将や、自重武官の山根一貫少将がいる。1894年10月に中尉に進級した、鈴木は日清戦争に出征し、帰還後の1896年11月、 陸軍砲向学校を卒業し、独立野戦砲兵大隊府を命ぜられる。1897年4月から第7、師団副官となり、1902年12月から陸軍、大学校教官を兼ねる。1904年3月、野砲兵第8連隊府となり、同年6月に、日露戦争の動員加齢とともに、野砲兵第8連隊補充大隊長を命ぜられる。 1905年1月、野砲兵第10連隊大隊長を命ぜられ2月に出征する。同年11月から、関東総督府砲兵部員に移り、1907年2月、野砲兵幹部府、同年11月、砲兵中佐に進級し、この栄野砲連隊府を命ぜられる。1909年4月、陸軍省軍務局会員の後、1911年9月から、 ヨーロッパ出張を命ぜられる。1912年5月8日に、野放兵第21連隊長に任命され、7月15日、砲兵大佐に進級し、同8月に帰国する。1914年5月11日から陸軍省、軍務局砲兵課長に就任、同6年8月6日には、陸軍省省に進級して、野放兵第一旅団長、 1919年2月20日、野戦中砲兵第一旅団長。1921年3月11日から、陸軍士官学校長を務める。同年7月20日、陸軍中将に、新旧。1922年8月15日、砲兵官を拝命する。1924年2月4日、第14師団長に、親保され。同年8月20日、 陸軍技術本部長に移る。1926年7月28日に軍事参議官に親保され、献金として引き続き陸軍技術本部長を命じられた。1927年7月26日、陸軍大将に信任される。1928年3月8日、陸軍技術本部長の献金を免じられる。1933年3月30日、 予備役、1935年4月、神戸役。1938年4月21日から、靖国神社宮司を務め、1942年8月には、第日本青少年団長を兼ねる。青少年団長は1945年6月に退任。靖国神社宮司は1946年1月17日に退任する。同年、公職追放される。 戦後になって1952年3月に追放解除。1954年4月から旧陸軍将校たちで作る開港者会長に就任し、1958年7月に退任する。1964年1月29日死去。ありがとうございます。